Hi everyone, welcome back to JDiary, and today we have yet another special episode interview with yet another very special J-Rock band back here in Singapore. アリス9の皆さんです! よろしくお願いします。今日はですね、シンガポールのアリス9のファンからの質問を集めてきました。では早速始めたいと思います。 はい、最初の質問はThomYouさんからです。 オフの日は何をしていますか? Me? オフの日は、美味しいご飯を食べに行くか、家で真面目に曲作りをしてるかですね。はい。そうですね、オフの日は寝てます。基本寝てますね、オフの日は。オフの日は、オフの日でも、ドラム叩いてます。次の質問はウィーフィンさんからです。海外のファンにおすすめしたい、日本のお気に入りの場所はありますか。ナオさんの代わりに答えます。秋葉原。はい。なんか僕はパソコンだったりが好きなんで、そういうパーツだったり電化製品を見に行きます。 そうですね、東京の福生市っていう米軍基地がある横田基地っていうところがあるんですけど、僕の地元なんですけど、そこのストリートがすごくいい感じの服屋さんだったり楽器屋さんとかあって、美味しいアイスクリーム屋さんがあるんです。 ぜひシンガポールの皆さんは福生市に行ってほしいですね。はい、ありがとうございます。では次の質問はチェフニーさんからです。またそれぞれにお聞きしますが、自分は何オタクだと思いますか。僕は多分ギターのエフェクターオタクだと思います。ギターのエフェクターオタク、音を変えるペダルの、ひたすら今アジア中 全てのとこで楽器は回って気に入ったのがあれば買ったりとかして。そうですね、僕は元々神話だったり歴史が好きだったので、ファンタジーオタクです。ハリー・ポッター、ロード・オブ・ザ・リング、みたいな映画から、ゲームのドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーみたいなものが大好きです。僕はフットボールオタクになりつつある。 どんどん、もう全試合もう見ようとしています。そうですね、僕はサバイバルゲームオタクです。なんか銃を集めたりとか、ゲームでもそっち系のゲームずっとやってたりしてます。僕はアルコールオタクです。アルコール集めてます。 夜な夜な。ウイスキーも好きですし、あとはワインは箱で買ってます。ボックスでいつでも。じゃあ僕飲めると。仕事の後家に帰ってと毎日飲んでる。毎日飲んでます。毎日朝まで飲んでドラム叩いてます。次の質問は、イミンさんからです。いい音楽を作って バンドが10年続いている秘訣は何ですか。アリス9まとめ役は誰だと思いますか。本当にアリス9はお互いメンバー同士のプライベートのことまですごく何でも話して、本当家族のように接することが大事だなと思っているのと、あと役割分担がすごくしっかりしていて、アリス9のグッズだったりアパレル的なものはヒロトがすごくね頑張って 仕切ってやってくれたり、ライブの構成だったり、すごく曲作りも頑張ってしてくれるのが佐賀君だったり、すごくいろんな役割分担を上手にできているのが大事な秘訣だと思ってます。例えばムードメーカーいますか。ムードメーカー。逆に言うとムードメーカーでしかないっていう。
確かにメイクしてないブレイクえ、例えばそういうなんかちょっとそういう話ありますか？やってみてもらったらやってみてもらったムードブレイカー、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 では次の質問はサラさんからです。何を一番意識してアリス9のミュージックを作っていますか？そしてどうしてそれがグローバルに受けられていると思いますか？ここメインコンポーザーの坂君に、はい、やっぱ自分のこうなんだろう、こうパートにこうなんだろう、愛情を持ててこう弾けるかとかね。あとはこうやっぱファンの子がね、結局盛り上がってくれる曲を単純に作りたいなっていう、そういうシンプルなところに戻ってきましたね。はい。質問はヤミンさんからです。この10年間を振り返って何かをしたら何かが変わったかもしれないっていう思いはありますか？2007年まだ結成3年目ぐらいの時に、まあショートムービーのセリフありのミュージックビデオを撮ったんですけど、その当時まだ僕らもすごくこう若かったですし、今よりもさらに勢いだけでこうよし演技やってみようぜってやったんですけど、やっぱ何分こう音楽しかやってこなかった人たちなんで演技が下手くそだったんですね。あれをあそこでね、演技派な感じだったらちょっと違う道行ってたかもしれないね。でも全然舞台稽古もリハーサルもなくて、で当日ほとんど一発撮りだったんで、しょうがないといえばしょうがないかもしれないです。はいはいはい。皆さんのヘアスタイルいつも完璧に見えます。それをセットするのにはどれぐらいかかりますか？だいたい髪の毛と顔のメイクで1時間ですか？1時間、でも実質30分ぐらいの人もいるし、バラバラですけど、髪型だけで言えば多分15分から30分ぐらいだと思います、みんな。はい。一番早いのは誰ですか？多分トラーさんですかね。ナオさんも早い。トータルで30分で出来上がります。じゃあ一番時間かかるんだろう。多分この辺。はい。結構こだわるタイプ。はい。もうちょっとここをもっとこうしたいって言っちゃうからかかります。はい。で次の質問はカイアンさんからです。いつまでもかっこよくしていられる秘訣は何ですか？何ですか？モテようとしてることじゃないですか。大事じゃないですかね。モテようとしてる、モテようとするの忘れたら多分ダメなんでしょう。ダメになっちゃうと思う。では次の質問はリーチューさんからです。もしファンがハグしてくださいって言ってきたらハグしますか？でそこでそれはちょっとっていうメンバーはいますか？まず一番フェミニストなヒロト君にハグしてください。多分日本とちょっと違ってシンガポールも海外はハグってもなんか拍手みたいな結構キャジュアルでやるもんなので、多分日本人はちょっとっていうかもしれないんだけど、アリス9のメンバーはどうですか？もしファンとハグしてくださいって言ってきたら喜んでどうですかね、マネージャー。いやでも全然していいなら中ぐらいしたいとこですけど。そうです、それは多分ファンも喜びますね、絶対に。中までしてくれるのは。次の質問はマイラさんからです。
この10年間のバンド活動で一番の思い出は何ですか？まあ、すごく一番って決めづらいというか、はい、まあ、言いづらいんですけど、でもやっぱり日本武道館っていうその、まあ、日の丸がこうバーンって天井に吊ってある、まあ、日本の代表的なライブ会場があるんで、まあ、本当は武道というか武道の大会をする場所なんですけども、まあ、ビートルズだったり、まあ、著名なバンドがライブをしている場所なので、すごく誇らしい気持ちになったし思い出になりました。ちなみにバンド10周年記念はもうお祝いしましたか？8月の23日に24日に10周年なので、まあ、それまでその1日前の8月23日に日本の、まあ、富士急コニファーフォレストっていう遊園地でライブをするので、はい、そこまでちょっと撮っておこうとしてます。はい、実は私たち、スタッフで、はい、アリスナイト10周年をのお祝いを一緒にしてあげたいなと思って、ケーキをわーおーしました。わーおーぜひわーおーうまそう、うまそう、うまそう。シンガポール風のマンゴームースケーキです。わー、おいしそう、うまそう。めっちゃ辛いとかないですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、では最後に、カメラにファンへのメッセージをお願いします。はい、シンガポールの皆さん本当にいつもありがとうございます。アリスナイン、そうですね、10周年を迎えて、でも10周年の中で、まあ、やっと2回目今回シンガポールに来れたばかりなので、これからも長く活動して、これからももっと皆さんに会いに行きたいなと思っております。これからもよろしくお願いします。